月は随分と。今から今月分を回収する。各自金を用意して。なんだあいつ。集金屋の寝所料って名目でホームレスから金を、ま、はぁ、あ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう。そんな金払う必要ねえじゃねえか。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。村長、噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン、偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。やつら殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしてろ。いや、やべえな。一番あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、よう、ナンバちゃん、ケーキはどうや。ケーキのいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。ナンバー、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。じゃねえ。ちわーす。いやごめんよナンバさん、やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って関わなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号に任されてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ、行くぜ。かかってこい。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやれよ。おい、来た。してみろ。はい。Amen.
なよ。見てろよ、とっておき。よいしょ。なんで行くぞ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだぞ。とっておきだ。見てろよ、とっておき。よし、行くぞ。見せてやるよ。ほら、おい、来た。してみろ。見てろよ。俺の番だな。とっておきだ。やってやるぞ。見せてやるよ。ほら来いよ。しんど。やってやるよ。とっておき。なめんなよ。見てろよ。よいしょ。強くなっちまったか。てめえ、俺がハンピン・デューマンの人間だって分かってんのか。